はい、一つ目の銘柄です。一つ目の銘柄は8227の島村ですね。時は2005年の8月の10日の水曜日ですね。団長が今回ですねエントリーポイントとして見たのがこちらです。鉄板チャートですね。理由としましてはまず一つ目がですね、ずっとこの辺りですね綺麗な上昇トレンドですね、パンパカパンできてたんですが、一旦ですね価格が当たってその後下落してます。下落したんですが緑を割ってついにというところで青まで来たんですけど、青からですねここはしっかりとしたサポートラインになってますね。60日移動平均線のところでもう割れないぞということで3日連続当たってはいるんですけど、その後ですね陽線が出ているといった形です。という中での次ですね下半身発生ですね。綺麗な下半身が発生してパンパカパンが復活して前の高値ですね揃ってきたといったところですね。ここがですね団長エントリーポイントかなと考えております。はい、確率としてこのですね前の高値に揃ったところの陽線というのはその後抜ける確率の方が高いと思いますので、ここでエントリーもしくは一つですね安心を見るんであればここの節目抜けですね、節目を抜けた次の日でエントリーしていくという形がいいかなと思います。でこの後ですね島村についてはここで仮にエントリーしたとしてもここですねまだ我慢できますね。我慢が出てここの1万円の節目でちょっと陰線つけるので、ここはもしかしたら、利益が出てれば撤退するかもしれません。利確するポイントかもしれませんね。ただし、ここも我慢すると、その後も取れていくというような綺麗なパンパカパンになってきますので、今日のですね、取り上げさせていただきたい団長のエントリーポイントとしては、やはりこちらになるかなと考えております。こちら、週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見ても、こちらですね、パンパカパン頂戴なんですね。ということで、日足、週足ともに、パンパカパン、ダブルパンパカパン状態なので、かなりですね、トレンドとしては上昇傾向かなと考えています。で、週足で見てもですね、ここですね、下半身の週だったということなので、やはりこの週ですね、エントリーポイントとしてはなかなか面白いのかなと考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は9107の川崎汽船ですね。こちらは2020年の2月の15日の日足チャートとなります。団長ですね注目したいエントリーポイントですね、この日ですね団長マークのあるところですね、いつもの通り。ここの理由としましてはまずですね1400円価格の節目を割れたというところですね。ここ一旦ずっとパンパカパンで上がってきて割れて、ずっとですね青割れもしてその後紫割れもしてずっと下落してるんですね。でここ1400円に当たってもう一度上がってで、もう一度当たって上がったんですが緑にブロックされてしまい陰線と続いてます。ということでこの後ですね割れる可能性って非常に強いんですね。緑に押さえつけられて割れてきたといったところでここがですね絶好のエントリーポイントになってくるかなと考えています。理由の2つ目としてはやはりですね青紫こちらですね間もなく逆パンパカパンの状態になりそうだというところで、間もなく逆パンパカパン待ちですねといった形の1400円の価格の節目割れといったところが、なかなかいいエントリーポイントになるかなと考えております。でその後ですね、ここ上から数えると1,2,3,4,5,6,7,8,9 といったところで、相場先生の9の法則を使うとここでですね1200円で下げ止まってますので一旦利確かなと考えております。もしくは今ですねここが逆パンパカパン完成なので、この日この9日目ですねほぼ、逆パンパカパン完成になってますのでこのままもう少し我慢して持って、この下げですねさらにこの下の下げまで取っていくというのもありかなと考えております。2つ目のエントリーポイントとしてはやはりこちらですね、価格の節目割れ、同じような1400円の価格の節目割れの次に1200円の価格の節目割れが出てくるといった形ですね。ここの理由としては、節目割れ及び、逆パンパカパン完成しているといった形で、絶好のエントリーポイントになるのかなと考えております。ということで、ここもですね、エントリーすると、ここですね、上から数えると1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 日目といった形ですね。ここの頂点から数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 という形になっておりますので、やはりですねこのあたりで手締まうのがいいかなと考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。
はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は2782のセリアですね。時は2019年の4月の12日の金曜日です。団長が注目したいエントリーポイントとしてはこの団長マークのところですね。ここになります。紫、青と紫の間のですね、ずっと横ばってたところがついに青割れしたところですね。ここがエントリーポイントになるかと思いますね。理由としては紫を抜けられずボックス相場ですね。なかなか上に当たってもですね、上がらないんですね。もう上がらないなというところで、逆に下もですね、青の移動平均線、60日移動平均線に阻まれて下がらない下がらない下がらないということで、ここずっと均衡してました。均衡してた中でついに割ってしまったというところが大きな変化点かなと考えております。で、団長のですね、この団長マークのところで、売りエントリーを入れるとこの後ですね、ドッと取れてきますね。で、ここ次のポイントとしては、3500円、価格の節目ですね。3500円の節目割れをしたので、またここでですね、追加のエントリーができるかと思います。今この形でいくと、ここでエントリーして、この後ずっと持ち続けて、これで価格の節目割れしたので追加ですね、追加ができるかなと思います。かつこの日にですね、赤のマークがあると思うんですが、ここで緑と青がクロスしていると、逆パンパカパン完成といったところですね。で、このエントリー、ここですね、逆パンパカパン完成かつ価格の節目割れといったところで、追加の玉を入れるとですね、この後ざっと取れていくといった形になります。この後ですね、下落長いですね。この場合はずっと下がってました。ここも一旦ですね、横ばってるんですが、この後下がって2500円の価格の節目でまた横ばってるといった形になりますので、この2019年の4月の頃のセリアについては、やはりこういったところがなかなかの鉄板チャートだったと考えております。こちら週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見るとさらにいいんですね。こちら、相場先生のですね、物別れですね。逆パンパカパンの中で一旦下落して上昇してくるんですが、緑に阻まれて上げられずの逆下半身、逆パンパカパンの中での 逆下半身発生といったところになりますので、この週足で見ても、かなりいいエントリーポイントだったのかなと考えております。続いての銘柄は8316の三井住友フィナンシャルですね。三井住友フィナンシャルグループなんですが、団長の今日ですね、ご紹介したい鉄板チャートはこちらですね。前の高値抜け、こんな感じですね。ここのポイント、団長マークがあるところですね。ここで抜けたのでエントリーというのが鉄板かなと考えております。理由としましては、一つですね、移動平均線がかなり集中してきた後のパンパカパンになる瞬間というところが一つですね。このあたり集中してますね。集中してきて集中してきて一気に上昇してきたといったところだと思います。で、もう一つ目が前の高値抜けですね。価格の節目2600円かつ前のここですね、ここを抜けたというところ。もう一つはですね、これ1回2回3回と同じような価格で底を打ってるというところですね。ということで、1回当たって2回当たって、ここはですね、ダブルボトム、綺麗なダブルボトムではないんですが、そのような形を形成して、またこことここで当たってますね。ということは、もうこれ以上下がらないというようなことが、確信ではないんですが、かなり強い確率で考えられますので、上昇で見ていっていいだろうと。ただし、まだこのボックスの中にいるので、ここを抜けてからということを考えながら見ていくと、この団長マークがある日がですね、抜けてきたというところで、ここが鉄板チャートかなと考えております。こちらですね、週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見るとこんな形なんですね。先ほどの日足よりもさらにですね、移動平均線が絡み合って集中しているといった形です。その中で、先ほどの週ですね、ポコッと陽線がついた下半身が出たといったところですね。この細かい移動平均線見てるとなかなか気づかないんですが、日足で見るとですね、しっかり前の高値抜けですね、してますので、しっかりエントリーすると、この後ですね、すごい取れるんですね。という形になってますので、やはりですね、移動平均線が集中してきた後、は必ずどちらかですね、上に触れるか下に触れるかで必ずばらついてくるということを相場先生から教えていただいてますので、そういったポイントの一つになってくるかなと思います。もう一度日足戻ってみましょう。はい、日足です。ということで、下げ止まっただろうなと思った中のどちらかに大きく触れるとなると、下がらないと思うんであれば上昇かなと思いますので、やはりですね、これ前の高値抜けしたところがエントリーポイントになってくるかなと考えております。
続いての銘柄です。続いての銘柄は9101の日本郵船ですね。時は2016年の11月11日の金曜日ですね。ポイントとしてはこちらになりますね。団長マークのついているとこ、ここが、ポイント一つ目ですね。パンパカパンが完成したところの前のですね、この赤の移動平均線の高値抜けたというとこですね。1回当たって下落して、2回目もう一度当たるんですが下落して、紫にサポートされた後上昇していって、この高値ですね、移動平均線の高値を抜けたところ、ここがなかなかいいチャートのエントリーポイントかなと考えております。でその後ですね、また上がっていって2200円で一旦下がるんですが、またここですね、前の高値を抜けてきた、この下半身ですね、この下半身でエントリーができると、その後ですね、また上昇が取れていくといった形になってますので、この日本郵船ですね、こういった形、パンパカパンではよく出てくるようなチャートのパターンだと思いますので、しっかりですね、こういったところのチャンスを逃さずにエントリーしていけたらと考えております。週足で見てみましょう。はい、こちら週足ですね。週足で見てみますと、逆パンパカパンからのですね、高値切り上げた日大ですね、日大が完成したかつ下半身成立といった週になりますので、週足で見てもですね、上昇トレンドが見えてくるかなと考えています。ということで、週足で見てもなかなかいいポイントですし、日足で見てもですね、ここのポイント、前の赤のですね、移動平均線の高値抜けしてますので、こういったところですね、次にこういった場面が出てきたら、ぜひですね、エントリーしていきたいなと考えております。一つ目の銘柄です。一つ目の銘柄は4183の、三井化学ですね。こちらは2017年の7月の10日の月曜日になります。団長のですね、今日鉄板チャートとして狙っていきたいところはここですね。いつもの団長マークのあるところです。理由としましては、まずはですね、日足のところでパンパカパン状態、下から紫、青、緑、赤の上昇トレンドだということですね。で、二つ目は3000円の節目抜けですね。このあたりから、前の高値が3000円のあたりにありまして、一旦上昇してきていたんですが下落して、またですね、トライ届かずで下落したんですが、60日移動平均線と100日移動平均線を線にしてですね、上昇してきてます。で、この後ですね、3000円前の高値ですね、揉み合ってたんですね。かなり揉み合ってます。コマコマコマといった形で、揉み合ってる状態を抜けてきた、このポイントですね、3000円を陽線で抜けてきたというところがエントリーポイントかなと考えております。で、この後ですね、ここでエントリーすると、上昇していきますね。また3200円の価格の節目で、一旦ですね、当たってしまってますので、ここでエントリーした後ですね、ずっと様子を見てって、ここもまだですね、切らずに、この2日連続ですね、3日連続の陰線、このあたりで一旦ですね、団長であれば手締まいするかなと考えております。こちら週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、やはりですね、紫、青、緑、赤、ダブルパンパカパン状態ですね。こういったところであるので、やはり買いでエントリーはしやすいかなと考えております。といったところの3000円の節目抜けですね。先ほどの日足のチャートで見たここの3000円と、もう少し前である3000円ですね。ここをしっかり抜けてきてますので、この週ですね。この週、もしくは遅くともこの週にエントリーしたいというような形になってくるかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は4182の三菱ガス化学ですね。こちらは2012年の10月のチャートになります。まず一つ目ですね、逆パンパカパン、上から紫、青、緑、赤の逆パンパカパンの中でずっと下落していくんですね。上から数えると1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 といった形ですね。株熟成の方であれば、この下落ですね、こう止まるっていうのは予感できるかなと考えております。で、その後ですね、一旦上昇するんですが、こけてしまうんですね。で、ここですね、こけた後、この後ですね、赤と緑がクロスしようとしたところでの陽線ですね、3日連続続いていると。今日ですね、団長はここのポイントですね、このポイントを、鉄板チャートとしてお送りしたいなと考えております。こちらは、750円ですね、750円で下げ止まって前の安値を切り上げているということが一つですね。あとは、緑と赤の関係性ですね、位置の関係で、こちらが日大の形になっているというような形になっています。はい、まだですね、株塾に入塾されてない方は、この日大の形ですね、ぜひ相葉先生の本などにたくさん紹介されてますので、相葉先生の本ですね、こちらをご参考にしていただければなと思います。日大の形で一旦上昇してきた、ここですね、
下半身かつ、安値切り上げかつ、ここですね、日大の形というような形なので、ここが鉄板チャートになってくるかなと思います。でここでエントリーすると次の利確のポイントが下から数えますと 1,2,3,4,5,6,7,8 ですね、8陰線になってますので、団長であればですね、ここ紫と青の間にも入ってますので、一旦ここで切るかなと考えております。でこの後ですね、また上昇入ってくるんですね、上手な方であればここの次の下半身でまたエントリーされる方いると思います。一旦日大で上がってって紫でブロックされて下落するかと思うんですが、ここまた下半身なので、上昇トレンド継続かなというところですね。でこの後ずっと見ていくと、またここですね、900円前の高値の900円超えというところがありますので、ここでエントリーすることも可能かなと考えております。ここでエントリーした場合は下から数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9 とこのあたりで切っていくというところが、相場先生の教えの形になってくるかなと考えております。続いての銘柄です。続いての銘柄は9101の日本郵船ですね。時は2017年の9月の12日の火曜日です。こちらのチャートですね、まずポイントとしてはここですね、逆パンパカパンの中で下落してきたんですが、価格がですね、価格の節目2000円ですね、分かりやすい綺麗な切りのいい2000円で何度か当たって底値りしてますね。確実にもうこの2000円以上で売る人が出てこないんだということで、2000円を割ったところはですね、もうお得なバリュー株になっているということをここですね、形成合意してるかと思います。1回2回3回4回5回6回7回8回ほぼですね、ここのあたりでずっと2000を割らずにして、その後一旦上昇します。はい、ということでこの底値りを形成した後の上昇ですね、ここも取れる方は取れるかなと思いますが、一旦ですね、どこかで紫もしくは青で当たって、ブロックを食らってから下落するということよくありますね。でこの後1回やはり下がってきて、この後ですね、また上昇していくんですね。ここで赤の下に切り上げが発生してますので、ここはですね、もう上昇トレンドで見ていいかなと考えています。紫と青と緑、この間隔もだいぶ小さくなってくると、ここよくですね、相場先生のラジオとかでもお話しされていたと思うんですが、この形になった後のここですね、今日の鉄板チャートのポイントとしては団長のマークですね。ここですね、上昇してきた後陰線ついたんですが、緑にサポートされて下半身が出た、ここの団長マークのところが鉄板のポイントかと考えています。ここですね、ポイントとしてはすでにパンパカパンが完成しているといったところですね。それが一つと、前の高値ですね、この後に陽線でトライしてますので抜ける可能性が高いといった形ですね。でその後抜けた後ここ追加できますね。抜けた価格の節目抜けということで、ここも追加できるかなと考えています。でその後ずっとパンパカパンで取っていって、次の2400円の節目ですね、ここまた当たり始めてますね。先ほどと同じような形で何回か当たった後に抜けるといった形です。今日の団長のパンパカパンでご紹介させていただいている押し目買いもこういった形ですね。パンパカパンの中で一旦崩れてきたところからの押し目買いで取っていくということを狙っていきたいなと考えてますので、今日はですね、こちらの鉄板チャートをご紹介させていただきました。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、先ほどの底値りがここの部分ですね、少し拡大してみましょう。こういった形になります。ということで底値りした2000円で底値りした後の上昇で、先ほどのですね、団長のポイントのところですね、鉄板チャートのポイントのところとしてはこの週になります。こことしてはまずはですね、赤の移動平均線に角度がありますね、青紫を間もなく抜けるような雰囲気がある、急上昇しているというところで、なかなかいいポイントだったかなと考えています。続いての銘柄です。続いての銘柄は1893の五洋建設ですね。時は2020年の11月4日の水曜日ですね。こちら今日のですね、鉄板チャート団長のエントリーしたいなと思ったところはここですね、このポイントです。理由としましては、まずですね、移動平均線が集中した後の下半身ということで、こちらですね、ちょっと見ていただくと分かりやすいようにですね、こちらで隠しますね。先の移動平均線を見ないところでこう隠してみるとですね、ここで緑と青と赤、完全に移動平均線集中します。でこの時点でこの後ですね、下半身、初めての下半身なんですね、といった形になりますので、移動平均線が集中してきたということは、この後ですね、一気に下半身できて、緑と赤がですね、先行して上昇してきますので、そういった形になると綺麗なパンパカパンになっていくと、こんな感じですね、いう形が期待できましたので、ここはですね、ぜひエントリーしてみたいなというようなポイントになります。で2つ目ですね、やはり間もなくパンパカパンの状態で、
これが緑と赤が抜けると完成するといった形なので、今日はですね、団長ここが鉄板チャートかなと考えております。で、2つ目ですね、ここについては、追加のポイントですね。ここの追加の理由としては、前の高値ですね。前の高値を抜いてきたというところがありますので、ここはですね、追加のエントリーポイントかなと思います。ということで、ここで打診買いをして、ここでですね、追加をすると、この後ですね、ざっと取れてくるといった形ですね。この日、追加するポイントとしては、やはりですね、ここ綺麗に、もう本当にパンパカパンになるといった形になりますので、この日を境にしてパンパカパン完成しますので、この後ですね、やっぱり綺麗に上昇していくというような形をとっているかと思います。で、その後ですね、ここの緑、赤ですね、赤のこの移動平均線と並行する形で、この価格の節目ですね、価格としては800円。800円で横ばってしまってるんですが、この800円抜けた節目抜けですね、この断頂マークですね、ここのところでエントリーすると、この後ですね、さらにパンパカパンが追いかけられるといった形です。パンパカパンの中で上昇して価格の節目に当たって上昇するパターンと、上昇して価格の節目に当たって下落するパターン、2つあるかと思うんですが、この時は抜けたということなので、抜けてトレンドフォローしていくと面白いかなと考えています。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、ここですね、先ほどの団長のエントリーポイントとしては、週足で見るとここになります。やはりですね、下から紫、青、緑、赤、すでに綺麗なパンパカパン状態になってますので、週足ベースのパンパカパンで、日足が間もなくパンパカパンということなので、これでですね、ダブルパンパカパン完成を期待して、ここでエントリーするのは悪くないかなと考えています。で、またこちらですね、同じように日足、週足ともに、ここが下半身のエントリーポイントになってくるかなと考えております。続いての銘柄です。続いての銘柄は7912の大日本印刷ですね。こちらは時は2005年の7月20日の水曜日ですね。はい、今日ですね、団長が注目したいポイントはこちらですね。エントリーポイントとしては団長のマークのここですね。ここのポイントとなります。理由としましては3つありまして、まず1つ目ですね、前の高値付近での陰線続きで、ダブル天井の予感ということで、ここですね、前の高値、こちらですね、ここと並んできているといった形ですね。少しこちらの方ズームしましょう。はい、拡大しました、ここですね、赤のライン、ピンクの赤のラインのところでずっと一旦ですね、上昇してつけた後に1,2,3,4,5 と陰線続いてるんですね。陰線ということは、これ完全に弱まってますね。赤の移動平均線も、ここは綺麗な強い上昇で、この後ちょっと横ばって再度上昇するんですが、この陰線続きで完全に横ばってきてると、またですね、この時点で右肩下がりだといった形になってますね。ということで、これはもう前の高値抜けないなというのが、やはりですね、予感できるかと思います。で、今日のですね、エントリーポイントとしては、やはりこの下半身ですね、逆下半身のところでエントリーできたらなと考えていますので、鉄板チャートの方でお送りさせていただきました。はい、続いての理由はですね、ここ逆下半身の後の利確のポイントですね、上から1,2,3,4,5,6,7,8,9、相葉先生の9の法則を使って利確をしようとすると、ここですね、一旦青にサポートされた次の日の陽線、ここが9日目になりますので、ここでの手締まいとなるかと思います。上から数えたここですね、8日目、8日の陰線で、手締まう形もあるかなと思いますね。はい、ここですね、日足で見ると寄り付きが3500円ですね。で、その後一旦青を割ってずっと下がるんですが、引けでですね、戻ってきて青にサポートされたといった形になりますので、翌日はやはりですね、ここからスタートして陽線といった形になるかと思います。ということで、非常に上手な方であれば、相葉先生の9の法則を使って8日目でサポートされたのを見てもう切っちゃうというところで、利確できるかなと考えております。はい、こちら週足です。週足で見てみますと、綺麗ですね。わかりやすいかと思います。ダブルトップの形でできてて、その後の下落を取るといった形ですね。ただし、ここについては、下から紫、青、緑、赤のパンパカパンの中での売りエントリーになりますので、必ずですね、どこかで帰ってくるということであれば、やはりですね、相葉先生の9の法則などを使いながら、細かく利確していった方がいいかなと考えております。続いての銘柄です。続いての銘柄は1332の日本水産ですね。こちらは2021年1月28日のチャートとなります。まずですね、一つ目に、今ここのあたりですね。このあたりは逆パンパカパンでずっと下落しているんですね。下落して一
回400円で当たってその後上昇するんですが、ここですね、青ブロックを食らってしまって下落するといった形ですね。でここですね、ポイントとしてはこの400円を割らないとダブルボトムを形成したというところで、その後ですね、軽く上げていくんですね。ここの上げも取れるかなと思いますが、今日はですね、ここは、ここではなくてですね、この後ですね、上昇しながら赤の移動平均線が下値を切り上げながら少しずつ上がってくるんですね。で最初のエントリーですね、ここですね、紫抜けしたところ、紫抜けしたところで、上昇トレンドかなということで、エントリーできるかなと思います。でこの後ですね、一旦また前の高値ですね、当たる前で、一回こけてしまいますね。ということは、ここでエントリーした場合にこの辺りですね、ここか逆下半身になったここで一旦手締まいという形ですね、撤退という形で、撤退する必要があるかと思います。でこの後ずっと見ていくとですね、その後に赤と緑が、交わらない、クロスしないような形で、相場先生の日大ですね、日大の形ができてくるといった形です。でこの後のポイントですね、今日の鉄板チャートのここのポイントですね、この後の下半身かつ日大形成かつ前の高値抜けですね、前の高値抜けでエントリーといった形がいいかなと思います。このエントリーの時点で移動平均線は、青、紫、緑、赤ですね。この移動平均線の関係からすると、青がですね、少し右肩上がりになってきたところなので、この後取れれば、すぐパンパカパンになるといった形なので、こういったポイントですね、次回狙っていきたいなと考えています。今日ですね、ご紹介させていただいた大日本印刷も似たような形になっているかなと思いますので、やはりこのチャートの形ですね、次、現れたところでもですね、同じようにエントリーできればなと考えております。続いての銘柄です。続いての銘柄は9508の九州電力ですね。時は2019年の11月の6日の水曜日です。まずこちらですね、こういったチャートです。上から紫、青、緑、赤、逆パンパカパンで下がってきたんですが、ここですね、価格の節目1000円で下げ止まりを感じるというところで、価格の節目ですね、こちらになります。この青のラインが節目なんですが、1000円を割り込まないというところで、ここですね、下げ止まってきてるんですね。でここの通常であれば、ここの鉄板チャートはですね、この紫抜けですね、ここの下半身もしくはこの紫抜けで一旦エントリーですね、買いでエントリーしてここを取っていくんですが、その後ですね、すぐやはり一旦こういった形で横張るもしくは紫を割ってしまうということがですね、よくあるパターンだと思います。はい、ということですね、この紫抜けですね、紫抜けのところでの利確のポイントとしては、下から9日目ですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、相場先生であれば相場先生の方式で使うと、ここですね、この陰線、ここの陰線で一旦利確ですね。でその後、ここからですね、戻してもう一度ですね、上がってくるところの下半身狙ってエントリーというのがあるかと思います。この形でいきますと、上昇して9日目で利確して、また下落するのを見てて、再度ですね、このあたり諸分かれが発生すれば、そこがですね、エントリーポイントになってくるかと思います。この形で言うと、やはりですね、ここですね、ここで再度エントリーしてもいいかなと思うんですが、その後ですね、なかなか上に上がらないといった形です。このチャートでは1100円がですね、価格の節目として効いてまして、なかなか上がらないといった形ですね。上昇しそうなチャートパターンなんですが、トライ届かずと、前の高値に届いてないというところで下落をしていくといったところですね。はい、ということですね、今日の鉄板のエントリーポイントとしてはこちらですね、下げ止まりを感じて価格の節目1000円を割らないところにあったんですが、一旦上昇して、本来であれば上昇するパターンなんですが、これ残念ながら下落したといった形で、ここですね、重要な価格の節目1000円を割り込んできたところがエントリーポイントになるかと思います。理由としましては、節目割れですね、価格の節目割れおよび、移動平均線ですね、上から緑、紫、青、赤という形になってまして、この下落が続くとすぐですね、逆パンパカパンが発生するといった、間もなく逆パンパカパンの状態ですので、ここでのエントリーはあるのかなと考えております。こちら週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、先ほどのですね、1000円の節目、こちらですね、ずーっと長いこと1000円を割らなかったといった形ですね。で、その後の上昇で、逆下半身発生。その次の週ですね、ここが、鉄板のエントリーポイントだと思います。陰線つけてまして、1000円を割ってきたといった形ですね。週足ベースで見ると、この時点ですでにですね、紫、青、緑、赤の逆パンパカパンになっているというようなところ、もしくはギリギリですね、間もなく逆パンパカパン状態
状態といった形になってますので、やはりですね、日足週足をともに、間もなく逆パンパカパン状態、ダブル逆パンパカパンになってますので、こういったですね、週足日足ともに同じような、移動平均線の形になっているのは、なかなかですね、エントリーしやすいかなと考えております。続いての銘柄です。続いての銘柄は7912の大日本印刷ですね。こちらは2021年3月1日ですね。つい最近のことです。つい最近のチャートになりますね。まず団長が、今日ですね、エントリーポイントとしたさせていただきたかったところはこちらですね。このいつもの団長マークのところです。ここのポイントがエントリーポイントかなと思いますね。まずは理由としましては、まず一つ目ですね。価格の節目1800円で下げ止まりを感じるということで、こちら1800円なんですね。ここの赤のラインが1800円で、上から紫、青、緑、赤で逆パンパカパンでずっと下落してきたところが1800円を、ここですね、底値にして、下げ止まっているというようなことが狙えるかと思います。ちょっとなだらかなんですが、ダブル底ですね、ダブル底ができているような感じかなと考えてますね。で、この後上昇します。ここの下半身、ここですね、下半身ではないんですが、この上げで取れる方もいるのかなと考えますが、団長はですね、ちょっとこういったところ怖くて手が出せませんので、まだここはですね、団長はエントリーできないポイントです。で、ここをですね、下から数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9 といった形で、ここを、ここですね、この上昇を取れるかなと思います。上手の方はですね、ここ取れるかなと思うんですが、まだですね、団長はそこまでの技量はありませんので、ここは見送るポイントになるかなと思います。で、ここですね、一旦紫抜けしたところからまた下落するんですが、次のポイントはですね、やはりこのあたりですね、なんとなく下げ止まりをこれ感じますね。ずっと青にサポートされて青を割らないといった形です。で、ここから、こちらですね、一旦これが下半身になるんですが、その後の陽線ですね、紫抜けたところ、2回目の紫抜けというところが、今日ですね、団長はエントリーポイントかなと感じました。で、この後前の高値ですね、ここの節目を抜けたところのここで追加というような形で、この上げを取っていきたいなと考えております。実際ですね、こちら団長はエントリーポイントとしてですね、確かここですね、ここでエントリーさせていただいて、この後この辺りかこの辺りで切って利確したということを、いうことで、トレードさせていただきました。続いての銘柄です。続いての銘柄は8001の伊藤忠商事ですね。こちらは2012年の1月20日の金曜日です。今日ですね、団長がお送りしたい鉄板ポイントはこちらですね。理由としましては、まずですね、800円での節目抜けというところで、800円ですね、ここに完全に綺麗な節目がありました。一旦上がって、ここですね、紫ブロックを食らってしまって下落をするんですが、すぐですね、切り返してもう一度800円トライするんですね。で、ただしここもなかなか抜け切らずに下落して、こちらですね、青にサポートされる形で再度復活で、またですね、これなかなか抜け切れないんですね。で、再度下げるんですが、やはり下げもですね、軽く再度上昇してきたといった形です。陰線で負けて、ここで陽線で勝ったんですね。節目を抜けたというところで、やはりこういったポイントですね、よくあるパターンです。陰線で負けて、陽線で勝つといったところですね。で、ここのポイントがまず節目抜けが一つですね。あとは移動平均線の並びとしては、下から紫、青、緑、赤、ほぼほぼ綺麗なパンパカパンの準備ができているというところですね。まもなくパンパカパン状態だというところの、かつ800円の節目抜け、やはりこういったポイントはエントリーポイントになってくるかなと考えております。下半身ですね、下半身のポイントを、エントリーのきっかけとすると、こちらの前の日ですね、ここでエントリーできるかなと思うんですが、完全にですね、ここボックス相場になってますので、またここで当たって負ける可能性もあります。ということで、早い方であればここでエントリーして、陰線が出たらすぐ手締まいをする、もしくはしっかり抜けた後の、エントリーというような形になってくるかなと考えております。続いての銘柄です。続いての銘柄は9508の九州電力ですね。こちらは時は2021年の3月3日ですね。つい最近のことです。こちらの銘柄は団長ニュースでもですね、お送りさせていただいた銘柄ですね。こちらの九州電力いいですね。下の底値、850円を、下にしてですね、ここを底にして少しずつ上昇してきて、一回ですね、紫抜けてきたといったところです。で、この後下落して、一旦ですね、紫割れですね、団長の検証動画第1弾の紫割れを起こすのですが、ここからすぐ切り返したんですね。
はい、普通であればですね、紫割れですね、団長の検証動画第1弾の紫割れをすれば下落していくはずなんですが、ここはですね、すぐ切り返してきたというところで、ここまた注目だと思います。で、この後ですね、なかなかうまく上昇できないんですが、このあたりですね、紫を背にして、赤と移動平均線ですね、緑と赤が、紫を割らないといったところに来たところのこの下半身ですね、この下半身が団長の、今回のですね、鉄板チャートだと思います。団長もですね、実際にこのトレードはここでエントリーしました。下半身出てきたのでここでエントリーして、その後ですね、ずっと持ってきました。団長はこの時ですね、下から9の法則、1,2,3,4,5,6,7,8,9、この9の法則で切ってしまったんですが、この後ですね、今ずっと見ていくと、これがですね、金曜日の時点です。ずっと上昇してるんですね。パンパカパンでしたので、9の法則を使わずに、もしかしたら、ここですね、ポイントとしてはここで切ってしまうかもしれません。前の高値、1050円のところで、陰線、下髭陰線出てますので、もしかしたらここで切ってしまう。もしくはですね、ここもですね、我慢して持っていくと、1050円切り返して、またここまで取れていくといった形ですね。はい、という形になりますので、九州電力についてはですね、まだ金曜日の時点でも、高い、ここですね、ありますので、引き続きですね、買い玉で持っている方はキープでいいかなと考えております。続いての銘柄です。続いての銘柄は日経225ですね。こちらは時は1999年の3月の15日の金曜日ですね。まずポイントと一つ目としてはですね、赤の移動平均線が切り上げてきているというところで、こちらですね、このポイント、赤の移動平均線ですね、ずっと下落して、この辺りはですね、紫、青、緑、赤の逆パンパカパンですね、下落トレンドの中にいたところのこちらですね、が横ばってきて上昇してまた下がるんですが、切り上げてますね。こちらの移動平均線とこちらの移動平均線で比較すると切り上げているといった形ですね。で、その後また上昇して下落するんですが、こちらも切り上げてきているといった形ですね。下値が切り上がっているというところが、まず注目のポイントの一つだと思います。で、二つ目に、前の高値をしっかり抜けてきた下半身というところで、こちらですね、高値が、ここにありますね、ラインがあります。節目のラインがありまして、ここをしっかり抜けてきた、下半身ですね。という形で、こちらの陽線が下半身なので、ここはですね、今日は団長の鉄板チャートのエントリーポイントかなと考えております。で、3つ目に移動平均線の並びに注目というところで、こちら、このエントリーする場所は、移動平均線がですね、青、紫、緑、赤ですね、ここについてはまもなくパンパカパンですね、まもなくパンパカパン待ちができるかと思いますので、並びとしては紫、青が下にあって、緑、赤がしっかり上にあるという形の下半身で、なかなかいいポイントかなと考えております。で、ここでですね、エントリーすると次の日陰線ですね、少し怖いです。15,000の価格の節目で1回当たって下がってきてますので、下落してしまう可能性もあるんですが、ここは1日我慢して、で、次の日抜けますね。15,000円の節目を抜いてきたので、こちらで追加で、その後ですね、ずっと取っていけるという方なと考えております。9の法則使いますと、下から 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 この辺りで一旦切る、もしくはここもですね、間もなくパンパカパンなので、このままずっと持っていって、一旦ですね、この 16,000 円の節目抜けたところのこの陰線ですね、団長はもしかしたらここで切っちゃうかもしれませんね。で、ここをまだ持つと次の日陽線ですね、陰線陽線陰線ときて、次陰線で2日連続陰線出ましたので、ここで切ってしまうというのも一つかなと思います。はい、3つ目ですね、こちらについてはずっとキープですね、ずっとキープしてここを持っていくと、パンパカパンになりますので、パンパカパン、緑と赤が交差するところまでしっかり持っていってもいいかなとも考えております。はい、1つ目の銘柄です。一つ目の銘柄は3064のモノタロですね。こちらは時は2015年の6月11日の木曜日ですね。ここですね、鉄板チャートのポイントとしては、いつもの団長マークのあるところですね。理由としましては、まずこちらですね、パンパカパン状態での下半身の発生ポイント。こちらですね、下から紫、青、緑、赤のパンパカパンですね。このあたり、軽く上昇してたんですが、一旦横ばって、緑と赤がひっついたところでの押し目買いが入ってきたといったところですね。これだけでも、パンパカパンの中の下半身ですので、しっかりとした買うポイントかなと考えております。で、二つ目のポイントとして、やはりですね、下げ切らない横ばいトレンドを追跡するというところで、こちらですね、一旦上昇トレンド、
ここまで来てまして、前の高値で当たって一旦下落ですね。で、ここでですね、青の60日移動平均線ですね、ここしっかりとサポートが入ってますね。同じような価格帯で下がらないと、価格の節目ですね、大きな1000円といったところで、もうこれ以上1000円以上は下げきらないんだというような相場感が出てますね。で、この後一旦上昇して、またですね、ここで同じような形になってます。やはり、60日移動平均線、20日移動平均線ですね、この辺りにサポートされてた中で一気にですね、この前の高値を抜いてくるといったところですね、ここの高値を抜いてくる大きな下半身が発生という形になりますので、ここはですね、一旦エントリーポイントかなと考えております。で、その後にここですね、前の高値をしっかり抜けて、かつですね、価格の節目1200円も超えたところは強いので、こちらはですね、追加のポイントになってくるかと思います。ここで見送った方も、ここはですね、追加ポイントかなと考えておりますね。で、その後ずーっと見ていきますと、ここですね、一旦1400円で上髭出てますので、ここで切るということもありますし、この後ですね、ずーっと2陰線が出るまで持っていこうとすると、ここまでですね、ずっと持っていけるといった形かと思います。緑と赤が一旦ここで割れてしまってますので、ここで利確する方もいるかなとも考えておりますね。はい、では週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみましても、やはりですね、1000円の節目、ここでしっかりとサポートがされていることがわかるかなと思いますね。週足目線で見てもわかりやすいかと思います。ここがレジスタンスですね。ということは、上がってですね、1000円を超えれない、超えれない、超えれないを繰り返した後に、超えた後に下がらない、下がらない、下がらないと、レジスタンスとサポートラインが転換しているといったところの局面になってくるかと思いますので、やはりこういった場面はですね、なかなか下げきらないので上昇していくような形が強いかなと考えております。で、その中で、週足でもパンパカパンということで、週足、日足ともにダブルパンパカパン状態ですので、やはりですね、買い目線で見た方がいいような場面だったと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。続いての銘柄です。続いての銘柄は、日経平均ですね。こちら日足です。時は1993年の3月8日の月曜日ですね。まず、ポイントとしては赤の移動平均線が切り上げているというところですね。赤の移動平均線、一旦下落して上昇で下がった後に上昇ですね。切り上げが発生しているといったところが一つだと思います。で、もう一つですね、次が前の高値をしっかり抜けてきた下半身というところですね。今日のエントリーポイントですね、こちらです。団長マークのあるこのポイントになってくるかと思います。前の高値ですね、ここの高値をしっかり1日で抜いてきてるんですね。こういった急上昇、かなりですね、この後上昇していくトレンドになってくるかなと考えております。その次、移動平均線の並びに注目というところで、ここですね、かなり移動平均線が集中してまして、この後ですね、パンパカパンになるような雰囲気をですね、醸し出してるかなと思ってます。一旦上昇して、この後ですね、一旦急落っていうのはなかなかないと思いますね。一旦上昇して、その後ですね、多くのトレーダーがもう下落はないんだと思ったところで、トントン買っていくというような形になってるかと思います。はい、少しですね、こちらの日足を引きの形で見てみましょう。はい、引きの形です。引きの形で見てみますと、この赤の移動平均線ですね、底値、ローソク足の下値が、ここは一番最初ですね、1万6000円で下げ止まって上がって、もう一度下げるんですが、これがですね、1万6000円を割らないといった形ですね。下値が切り上がっている状態です。で、再度上昇してまた下落するんですが、この今日のですね、エントリーポイント、かなり、ここからですね、確実に下値切り上げているんですね。という形で1回、2回、3回と切り上げていってますので、この後のですね、ピュッとした上昇トレンドには乗れるかなと考えております。続いての銘柄です。続いての銘柄は日経平均ですね。日経225の日足となります。時は1993年の10月27日の水曜日ですね。今日団長が注目したい鉄板のエントリーポイントとしてはこちらですね。こちらの団長マークのところになります。理由としましては、まず一つ目ですね。こちらが一番大きいと思います。大きな価格の節目ですね。日経平均の2万円を割れたというところですね。このあたりずっと上昇してきてますね。パンパカパンで上昇してきて、一度2万1000円のところ当たって抜けたんですけど、下がってもう一度盛り返すんですが下がってきているといった形ですね。で、その後ずっと下落してきて2万円を割らないぞということで、なかなか割らずに一旦上昇するんですが、ここはですね、相場先生の逆日台ですね、逆日台の形になって下落で、さらにですね、もう一度2万円刺さったところで切り返すんですが、ここですね、やはり紫を割ってきて、割れてしまっているといった形ですね。この2万円1
回、2回、3回目で割れて、割れた後ずっと下がっていくというような形になるかと思います。ということで、今日のですね、まずポイント1つ目は2万円ですね。大きな価格の節目の2万円を割ってきたというのが理由の1つになります。で、2つ目が前日の紫ブロックですね。ここ、やはりですね、紫に当たった後、大きく陰線つけてますね。ここが逆下半身になるかと思うんですが、やはりですね、上昇トレンドの場合はここ抜けるんですね。抜けなかったということで、紫に当たって、下落すると、陰線をつけるというところは、結構ですね、下落のサインになってくるかと思いますので、これもですね、一つ重要なポイントになってくるかと思いました。で、3つ目は赤と緑、緑と赤の物分かれですね。こちらについても、このエントリーポイントのこの日ですね、この日の前日に物分かれが発生するというのが分かりますので、この条件3つ揃ったところでエントリーするのが鉄板のチャートポイントかなと考えております。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は7751のキャノンですね。こちら日足になります。時は2021年の3月19日ということで、直近の話ですね。はい、このチャートですね、今日の鉄板のポイントとしては、こちらですね、いつもの団長マークのあるところですね、こちらの日かなと考えております。理由としましては3つ挙げました。まず1つ目は、パンパカパン状態ですね。下から紫、青、緑、赤のパンパカパンと、1回パンパカパン崩れるんですが、その後切り返して上昇してきている中のパンパカパンといったところですね。で、2つ目のポイントとしましては、2400円の価格の節目を抜けてるというところですね。こちらについては団長ニュースでもですね、何度か取り上げさせていただきまして、2400円を抜けたところはエントリーポイントかなということで解説させていただいてました。という形でここの時点ですね、一応2400円抜けたので、ここは一旦ですね、打診買いしてもいいかなというところで理由の一つ目と挙げさせていただきました。で、三つ目がですね、こちらですね、青枠の切り返しで上昇の強さを感じるというところで、青枠こちらですね、こちらのところが、2400円で当たってなかなか下げきらない、上げきらないですね、上げれないといったところで、一旦ですね、ここで赤と緑がクロスして下落に入ったんですね。ただし、ここで青の60日移動平均線に一旦刺さって、次の日ですね、すぐ盛り返しているといった形です。一旦下落してきたのにかかわらず、すぐ盛り返したといった形で、この下落ですね、この反発、かなり強いかなというふうに団長は見ました。ということで、この次の日からも2400円抜けをするところをずっと、狙ってたので、ここでですね、団長はエントリーできたといった形になってますね。で、この後、次の日陰線ですが、赤の移動平均線より上に価格帯ありますので、ここはまだ我慢ですね。パンパカパンの中ですし、赤の移動平均線よりもローソク足が上にあるといったところで我慢できるかと思います。で、その後上昇ですね。で、こちらもまだ我慢ポイントですね。で、上昇して、金曜日ですね、少し陰線つけてるといった形です。パンパカパンなので、まだですね、引き続きキャノンについては、買い玉を入れている方については、キープできるかなと考えてますが、次のですね、高値、ここですね、このポイントに並んできてますので、ここで、下落してダブルトップを、形成するというようなことも考えられますので、このあたりですね、来週については、ここのですね、高値について警戒する必要があるかなと考えております。続いての銘柄です。続いての銘柄は9064のヤマトですね。こちらは2001年の3月1日の木曜日ですね。こちらのトレードになります。まずですね、今日のエントリーポイントですね、団長が注目したいポイントとしては2つあります。まず1つ目はこちらですね。こちらの団長マークのところ。で、もう1つ目がこちらですね。ここのポイントですね。こういった形になってくるかと思います。まずですね、下げトレンド、今ですね、ここ上から紫、青、緑、赤というような逆パンパカパンの並びになってますね。ということは、これよりも昔、これよりも過去のところは、かなりですね、下落してきたんだということがこれでわかるかと思います。下落してきた中で、今ですね、このピンク位線ですね、価格の節目、まず1つ目、逆パンパカパンの中でこれ以上下がらない、こんな感じですね。一つラインが引けると思います。なかなかもうこれ以上下がらないというような雰囲気が出てまして、ということはですね、逆に底堅いなということがこれで判断できるかと思います。で、その後で、ここを一旦軽く上昇して、もう一回下落するんですけど、ここですね、前の下値ですね、前のこの底値に並んでこないといったところで、また横張り始めているといった形ですね。で、その後上昇といった形です。ということは、下値が切り上がってきているといった形ですので、逆パンパカパンの中で少しずつですね、
トレンドが上昇しているかなというのがこれでわかるかと思います。でこの後ですね、スルスルスルっと1回ですね、紫抜けするんですね。で紫抜けした後にまたですね、これ入ってしまうと、陰線がついてしまうといったところなんですけど、この後ですね、紫サポートですね、紫の100周移動線でサポートされながら、なんとなくですね、ずっとここ陽線ですね、陽線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 といった形で、底堅いのをこれで感じるかと思います。でまた抜けるんですけど、同じようにここで、また跳ね返ってくるといった形で、ここの2回目ですね、でボックス相場が形成されたかというようなことが認識できるかと思います。ということはこの後ですね、ずっと見ていけると思うんですね。でここで下半身出ます。で下半身出ますので、この前日もしくはここの抜けですね、でエントリーかと思いますね。ここでエントリーしてしまうとまだですね、ボックスの相場の中にいますので、ちょっと、ダメ元で入れるというような打診の仕方になってくるかと思いますね。でやはりですね、次の日陰線がついてしまって一旦下がるんですが、もうこの後ですね、今移動平均線としては下から青紫緑赤ですね、もうすぐにでもパンパカパンになるかなというような状況ですので、この移動平均線を見ながら、一旦ですね、エントリーすることもできるかなと思います。で、今パンパカパンになりましたので、ここはですね、緑を割るまでは、ここですね、撤退はしないというふうに考えられるかと思います。ここ我慢の日ですね。で、こちらも我慢の日といった形で、次ですね、しっかり抜けるんですね。この前の高値、ここの節目をしっかり抜いてきましたので、やはりですね、ここもエントリーポイントだと思います。で、次の日は一気に一旦上昇するんですが、また下がってしまうという中で、またここもですね、パンパカパンなので我慢ができるといった形でですね、何度か陰線つけて我慢するポイントはあるんですが、まあ、最終的にはですね、一気に上昇するといった形になるかと思います。こちらのですね、ヤマトについてはまたですね、団長の個別動画の方で、アップさせていただきますので、ぜひともですね、そちらの方をご視聴いただければと考えております。はい、一つ目の銘柄です。一つ目の銘柄は7912の大日本印刷ですね。時は2018年の4月の16日の日となっております。はい、まずこちらですね。団長の今日、注目したいポイントですね。いつもの団長マークのところです。ここの2点とこちらの1点ですね。という形になりますね。まずは、まず底値ですね。今この辺りの移動平均線、逆パンパカパンでずっと下落してきました。で、一回安値つけて上昇するんですが、緑に当たって下落。ここはセオリー通りですね。緑に当たっての下落を再開して、前の安値を少し割ったところで再度上昇するんですが、もう一度つけるんですね。で、ここで3点底つけるといった形ですね。で、ここで底値が並んでます。安値が並んでいるということで、前の安値を割らないことで底堅いと判断できそうかなと考えております。こういった形なかなかいいですね。1点、2点、3点と。で、その後ですね、跳ね返りますね。上昇です。ここ、下半身少し拡大しましょう。はい、拡大しました。ここの下半身でエントリーして、この上げを狙うのもありかと思います。下から数えて1、2、3、4、5、6、7、7ですね。7の青ブロックで下落してますので、8、9と持ったとしても、ここですね。8、9で持って、この後一気に連続で上昇するか、もしくはこの2陰線で切ってしまうといった形かと思います。で今日ですね、団長がポイントとして選びたかったところは、ここですね。まず日大の発生ポイントということですね。一旦赤の移動平均線が緑を超えて上昇するんですが、青にブロックされて下落した後の下半身、ここが下半身かと思いますし、ここはですね、まだ青が上にありますので怖いということで、次の日のここですね、ここでエントリーするのがいい、なかなかいいポイントかなと考えております。でその後じゅーっと上昇していくんですが、数を数えますと下から1、2、3、4、5、6、7、8、9、9の陰線ですね、かつ紫ブロックで危険回避を、考えてですね、一旦ここで利確してしまうというパターンがあるかなと考えています。この逆日台ですね、1点、2点、3点で反転して逆日大といった形になってます。失礼しました。日大ですね。日大といった形で紫ブロックで手締まいといった形かと思いますね。で、この後ですね、一旦紫抜けるんですが、ここですね、もう少し拡大して、少しずらしましょう。はい、ここですね、上昇してきたんですが、またですね、下落の雰囲気があったんですけど、しっかり今度はですね、紫にサポートされた形での下半身ですね、こういった形で上昇して下落して再度上昇していくといった形で、こういったところもですね、なかなかいいエントリーポイントになってくるかなと思いましたので、今日はですね、この場面を鉄板チャートとさせていただきました。
続いての銘柄です。続いての銘柄は1911の住友林業ですね。時は2012年の12月14日の金曜日です。今日ですね、注目したい鉄板のポイントですね、エントリーポイントはこちらですね。こちらの団長マークとこちらになってくるかと思います。まず一つ目ですね、まずこのあたりですね、前の安値を割らないことで底堅いと判断するといったところで、こちらですね、一回底値つけて上昇してもう一度ここ下がってくるんですね。下がってきてここですね、このポイント、こことここが、安値ですね、安値が揃ってところで上昇してきてます。赤の移動平均線も一旦上昇して、この後ですね、上昇トレンドの中に入ってくるんですね。ここの青い丸ですね、先ほどの断頂ラインと同じようにトレンドが出てきてまして、青の移動平均線ですね、失礼しました、青の丸ですね、こちらの丸が上がってきてるといった形です。ということはこれ下値が切り上がってきてるといった形ですね。で、同じように上値ですね、上値の方もこれ切り上がってきてるといった形になりますので、やはりですね、こちらは上昇トレンドに入ってきているのかなと考えております。で、この中で一旦ここの上値ですね、こちらのトレンドに当たった後に下落してきて、大きなヒゲですね、下ヒゲをつけた次の日で、これ陽線出てますね。2つ目のポイント、長い下ヒゲからの大陽線ということで、長い下ヒゲがここにありまして、少し拡大しましょう。はい、拡大しました。下ヒゲがついた後の陽線ですね、陽線が出てきて、その後上昇トレンドに入っていってるといった形ですね。という形になりますので、この断頂ラインですね、1個目2個目でですね、このラインが引けてれば、このところでこの下に当たったところからの買いですね、エントリーポイントできるかなと考えておりますし、ここはですね、相場先生のしっかりとした下半身が入ってますので、ここからのエントリーはできるかなと考えております。はい、で、2つ目のエントリーポイントですね。で、こちらは今度高値ですね。高値をここはですね、一旦ここでブロックされて陰線つけたんですが、次の日でブレイクアウトしてきたといった形ですね。このトレンドラインから外れた形で上に上がっていってます。下から紫、青、緑、赤のパンパカパンの中での、こちらですね、ラインを外れた上昇トレンドという形になりますので、この後ですね、一気にやはり高値をつけていったといったポイントになってくるかと思います。続いての銘柄です。続いての銘柄は9064のヤマトホールディングスですね。時は1999年の3月2日の月曜日です。今日ですね、団長がエントリーポイントとしてですね、見たところはこちらのマークですね。この団長マークになります。まずはポイントとしてはですね、価格の節目1600円を抜けたポイントということで、ここですね、ずっと価格の節目あります。ここでも効いてて、一旦これ上昇するんですが、ここでサポートラインに変わって、でまた下落で、その後ですね、またレジスタンスラインとして節目1600円がずっと効いててなかなか上げれなかったんですが、ここに来てですね、ようやく1600円を抜いてきたというところがポイントの一つになります。で、2つ目としてはしっかりとした下半身ですね、一旦上昇して陰線つけてしまって、その後の陽線で切り返した下半身といった形ですので、ここがですね、エントリーポイントになってくるかなと考えております。で、3つ目ですね、こちらについては移動平均線、まもなくパンパカパンですね、下から紫、緑、青、赤といった形で、緑と青が重なってますので、この後ですね、上昇すればパンパカパンになるかなということで狙えるかなと考えております。少しですね、このあたり、ちょっと拡大したところがこちらのチャートですね。こちらのチャートに集中してみましょう。はい、拡大しました。拡大してみますと分かるんですが、ここですね、ピンクのラインでしっかりですね、サポートラインがあるんですね。一旦ここ上昇しようとしたんですが、この時はレジスタンスですね。節目として効いてて上がらない。で、下がってって、こちらで一旦上がって、その後ですね、下げてくるんですけど、この下ヒゲ一回刺さってますね。当たって、でまた上昇していると。で、もう一度これ下がったんですね。下がったんですが、次の日大きく切り返して陽線ついているといった形ですね。といった形で、ここの節目をもう割らないぞというような意思がですね、現れてたチャートになるかなと思います。で、その次の日がですね、今日の鉄板チャートのここですね、下半身をつけたので、ここでエントリーするという形になってくるかなと考えております。はい、ということでですね、ここでエントリーして、その後ですね、ここいいですね。で、ここは我慢ですね。まだ赤の移動平均線を割り込んでませんし、もうほぼですね、パンパカパンになってますので、これは我慢できますね。で、ここで抜けたので、これが追加で、その後ずっと取っていくというような形になりますので、パンパカパンの時はですね、こういったところ、一旦ここですね、1700円の節目で当たって陰線ですので、一旦ここはですね、手締まうポイントかもしれません。で、その後もう一度すぐ切り返してきてますので、ここから再度エントリーできると、ここですね、またこの高みを取っていけるのかなと考えております。
はい、こちらについてはですね、団長の集中トレードで、実際にトレードしたところで、団長はですね、ここで下半身で入れて取れた場面です。こちらの動画についてもですね、またアップの方していきますので、ぜひそちらもご視聴してみてください。続いての銘柄です。続いての銘柄は1911の住友林業ですね。時は2012年の12月14日の金曜日です。今日ですね、注目したい鉄板のポイントですね、エントリーポイントはこちらですね。こちらの団長マークとこちらになってくるかと思います。まず一つ目ですね、まずこのあたりですね、前の安値を割らないことで底堅いと判断するといったところで、こちらですね、一回底値つけて上昇して、もう一度ここ下がってくるんですね。下がってきてここですね、このポイント、こことここが、安値ですね、安値が揃ってたところで上昇してきてます。赤の移動平均線も一旦上昇して、この後ですね、上昇トレンドの中に入ってくるんですね。ここの青い丸ですね、先ほどの団長ラインと同じようにトレンドが出てきてまして、青の移動平均線ですね、失礼しました、青の丸ですね、こちらの丸が上がってきているといった形です。ということはこれ下値が切り上がってきているといった形ですね。で、同じように上値ですね、上値の方もこれ切り上がってきているといった形になりますので、やはりですね、こちらは、上昇トレンドに入ってきているのかなと考えております。で、この中で一旦ここの上値ですね、こちらのトレンドに当たった後に下落してきて、大きなヒゲですね、下ヒゲをつけた次の日で、これ陽線出てますね。2つ目のポイント、長い下ヒゲからの大陽線ということで、長い下ヒゲがここにありまして、少し拡大しましょう。はい、拡大しました。下ヒゲ、はい、拡大しました。下ヒゲがついた後の陽線ですね、陽線が出てきて、その後上昇トレンドに入っていってるといった形ですね。という形になりますので、この団長ラインですね、1個目2個目、でですね、このラインが引けてれば、このところでこの下に当たったところからの買いですね、エントリーポイントできるかなと考えておりますし、ここはですね、相場先生のしっかりとした下半身が入ってますので、ここからのエントリーはできるかなと考えております。はい、で、2つ目のエントリーポイントですね。で、こちらは今度高値ですね、高値をここはですね、一旦ここでブロックされて陰線つけたんですが、次の日でブレイクアウトしてきたといった形ですね。このトレンドラインから外れた形で上に上がっていってます。下から紫、青、緑、赤のパンパカパンの中での、こちらですね、ラインを外れた上昇トレンドという形になりますので、この後ですね、一気にやはり高値をつけていったといったポイントになってくるかと思います。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は、9009の京成電鉄ですね。時は2002年の1月25日の金曜日です。こちらの方ですね、団長の注目する鉄板チャートですね、鉄板のエントリーポイントはこちらになりますね。いつもの団長マークのところです。ここの下半身ですね、やはり理由としましては、ここもですね、明確です。一つ目は逆パンパカパンでの逆下半身といったところですね。移動平均線の並び、上から紫、青、緑、赤の逆パンパカパンの中でのしっかりとした逆下半身といったところです。このですね、団長のトレンドラインですね、団長ラインの中にずっと移動平均線あるんですね。移動平均線とローソク足がこの中でうじゃうじゃしてて、この中で一旦当たってですね、当たった後に、これ下落していくといった形ですね。ということで、2つ目、トレンドラインの上の方でこけているというところで、一旦ここから下落してきて上昇したんですが、こけたといった形ですね。やはりこの上昇トレンドラインですね、こちらのトレンドラインの上の方でこけた、逆下半身かつ逆パンパカパンということなので、ここはですね、しっかり売りエントリーできるかなと考えております。やはりですね、このライン、1回目、2回目、3回目までですね、線が引けると思います。この頂点を結んでいくと、おのずとですね、ここに延長線ができると思いますので、やはりこういったところをですね、一方的な、このラインの中での、上昇できないといった形になりますね。前の日、コマ、前の日が陰線という形になってますので、上ヒゲで一旦抜けるんですが、帰ってきてしまって、しっかりとした逆下半身といったところになるかと思います。で、この後ですね、ここでエントリーできると、次の日陰線、これ OK ですね。で、その次の日少し拡大しましょう。ここの次の日軽い陽線なんですが、赤の移動平均線の下にありますので、これは我慢できるポイントで、その次取れる
取れるといった形ですね。でまだここまでしっかりと下がってますので、これも取れますし、ここも取れて、ここも取れると。で2陰線ですね、失礼しました、2陽線ですね。2陽線で、パンパカパンの時は団長はですね、利確しようと考えてますので、この陽線で一旦利確といった形になるかと思います。ということで、このチャートですね、しっかり事前に見れてれば、逆下半身でエントリーして、ここまで取って、この陽線で手締まいといったところができるかなと思いまして、今日ですね、団長の鉄板チャートの方でお送りさせていただきました。はい、以上今日は団長の鉄板チャート第10弾をお送りさせていただきました。今日のですね、鉄板チャートもなかなかいいポイントかなと考えております。またですね、繰り返し見ていただくことによって、どんどんですね、頭の中に刷り込みされていくと思いますので、ぜひともですね、繰り返し見ていただければなと考えております。またですね、高評価ボタン等も押していただけると、団長本当にモチベーション上がりますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。